日本関東地方東京都都島区都島区の町名東京都都島区の一本校都島区の町名では東京都都島区に存在するまたは過去に存在した町名を一覧化するとともに明治時代初期以来の区内の町名の変遷について説明する都島区は昭和7年10月1日従前の北都島群菅母町西菅母町高田町 長崎町の四町の区域をもって成立した。区名の、豊島は、武蔵区に豊島郡に由来する。豊島は、古くは、俗に本気にも見える歴史ある地名で、現在の東京都豊島区のみならず、千代田区、港区、新宿区、文京区、台東区、渋谷区、練馬区、板橋区、北区、荒川区にまたがる広範な地域を指した地名である。以下、明治時代初期から、 豊島区成立までの行政区画の変遷について略述する。あとに、豊島区となる区域は、近世末には、武蔵区に島郡に属する近郊農村地域で、上駒込村、菅野村、神殿堀の内村、池袋村、高田村、増ヶ谷村、長崎村などの村々が存在した。これらの村の区域のうち、中山道沿いや寺院の門前などは、 早くから町地化し、菅本町、菅本辻町、駒込七軒町、駒込三軒屋町、駒込妙,妙義坂下町、高田四ツ谷町、増ヶ谷町などの町が存在した。これらの町地は、延響2年以降、町奉行の支配下となっている。以上の町村の区域が概ね現在の豊島区域に相当するが、飛び地の編入、区画整理に伴う町村境、 区会の変更等に伴い、梶原堀之内村、中丸村、金井久保村、小石川村、下内合村、滝野川村の各一部も、現、豊島区域に含まれている。明治維新以降、これらの町村は、武蔵地検事の支配を経て、東京府、品川県に属した。その後、明治4年7月の廃藩地検事施までの過渡期には、複雑な変遷を経ている。 慶応4年7月17日、江戸を、称して東京と、試すの証書が発せられ、それまでの江戸が東京に解消され、東京府が設置された。なお、慶応4年9月8日に、明治に改元している。現、豊島区の区域に存在した町村は、その大部分が東京府に編入された。梶原堀之内村は、明治二年一月十三日に発足した小菅県に、 一旦編入されたが、同年4月に東京府へ移管された。長崎村、中丸村、金井久保村は、明治2年1月28日に発足した大宮県に属した。県庁が浦和に置かれ、大宮県は、明治2年9月に浦和県に改称した。下内合村は、明治2年2月に発足した品川県に編入された。明治2年2月、東京府では、 町地と豪村部との境界線を定める守備機が行われた。これは、皇居を中心とした市街地を守備機内とし、その外側を豪村とするもので、守備機内を50の区画に分けて50番組が設定された。同年5月、周囲の豪村部にも5つの組が設定され、これを地方5番組と称した。後に、都市幕となる区域は、 このうち地方3番組に属した。明治4年6月には守備機が見直されて、守備機内は44区、守備機外は25区に区分された。あとに、都市幕となる区域は、このうち守備機外の第65区に属した。明治4年7月、廃藩地検が実施された。同年11月、従来の東京府、品川県、小菅県が廃止されて、 新しい東京府が設置された。これに伴い、同年から翌年にかけて、品川県と小菅県の町村が東京府に編入され、浦和県の一部も東京府に編入されることとなった。同年11月、府内は6大区、97小区に分けられた。明治7年3月、区割りが見直され、改めて11大区、103小区が設置された。あとに、 都市幕となる区域は、このうちの、第9大区第1から4小区に属していた。その後、軍区町村編成法の施行に伴い、大区小区制は廃止され、明治11年11月2日、東京府下に15区6群が置かれた。後に、都市幕となる区域は、大部分が、北都島郡に属していた。ただし、菅も1から4町目などの一部の町区域は、 当時の小石川区に属し、下内合村は、南豊島郡に属していた。明治22年、市政、町村制が施行され、東京市が成立、不可の六郡は、既存の町村が整理統合されて85町村となった。85町村の内北豊島郡に属していたのは19町村で、このうち現在の豊島区の区域に該当するのは、菅野町、菅野村、高田村、 長崎村の一町三村である。このうち蘇我も村は大正7年、高田村は大正9年、長崎村は大正15年に調整施行し、それぞれ西菅野も町、高田町、長崎町となった。昭和7年10月1日、東京市は周辺の五軍に属する82町村を編入し、いわゆる大東京市が成立した。なお、従前の六軍のうち、 南戸島郡と東多摩郡が明治29年に合併して豊多摩郡となっている。編入された82町村は20区に編成され、東京市は既存の15区と合わせ35区から構成されることとなった。この時、北戸島郡の菅野町、西菅野町、高田町、長崎町の4町の区域をもって豊島区が新設された。 昭和18年7月1日、東京府と東京市が廃止されて、新たに東京都が設置された。この時、豊島区を含む35区は東京都直轄の区となった。昭和22年3月15日、35区は22区に再編される。この時点では、豊島区の区域には変更はなかった。同年8月1日、板橋区から練馬区が分離して、 東京都の区部は23区となり、現在に至る。現、豊島区の区域は、明治22年の、市政、町村政志向の時点では、北豊島郡菅野町、菅野村、高田村、長崎村に属していたことは前述の通りである。これら1町3村と、その成立直前の9町村との対応関係は、次の通りである。菅母一から四町目、大塚通事町の飛び地、 菅野村の一部、上駒込村、駒込染井町、駒込妙義坂下城の区域をもって、明治22年に成立。旧町村名を引き継いだ、菅野一から四丁目、大塚辻町、菅野、上駒込、駒込染井、駒込妙義坂下の六大技を編成した。なお、大塚辻町の飛び地以外の区域は、小石川区に留まった。 元の菅野村は3分され、東部が菅野町、西部が菅野村、飛び地が小石川区と高田村にそれぞれ編入された。菅野村の大部分、池袋村、神殿堀の内村、堀の内村、飛び地、長崎村、飛び地、中丸村、飛び地の区域をもって明治22年に成立。旧村名を引き継いだ菅野、池袋、神殿堀の内、 堀の内の4、大技を編成し、長崎村飛び地と中丸村飛び地は、大技池袋に編入された。なお、中丸村の飛び地以外の区域は、板橋町に、堀の内村の飛び地以外の区域は、王子村に、それぞれ編入された。また、池袋村の飛び地は、下板橋宿や、金井久保村他と合併し、板橋町を大技池袋となった。 菅母村は大正七年七月二十日に、調整施行して、西菅母町となる。調整施行直前の同年五月十日、大浅神殿掘りの内を、大浅掘りの内に改名した。雑司ヶ谷町飛び地、高田追松町飛び地、高田豊川町飛び地、高田村、雑司ヶ谷村、雑司ヶ谷日秀町,町、高田千歳町、高田若葉町、小石川村の一部、菅母村、 飛び地、下落合村の一部の区域をもって、明治22年に成立。旧町村名を引き継いだ増志賀や、増志賀谷町、増志賀谷朝日で、高田、高田追松、高田豊川、高田千歳、高田若葉、小石川、巣鴨の十大技を編成し、下落合村飛び地は、大技高田に編入された。なお、増志賀谷町、高田追松町、 高田豊川町の飛び地以外の区域は小石川区に留まり、小石川村の大部分は小石川区に編入された。高田村は大正9年に調整施行して高田町となった。なお、明治22年の村政施行時に増子ヶ谷村と高田村の一部は小石川区及び戸塚村に編入されている。当村は明治22年の町村政志向後も、 単独村制を敷いた。ただし、同年、下落合村の一部を編入している。長崎村は大技を編成せず、村内は字で区画されていた。大正15年に調整施行して、長崎町となる。調整施行直前の大正15年3月10日付で、町内のあざ区域の整理が行われた。その時点で存在していたあざ名は、以下の通りである。 明治22年に、菅野町等に編入された町区域の大部分は、明治初期に改名、合併等を経ている。その概要は、以下の通りである。町会、区会等の変更の主要なものをまとめると以下の通りで、ある。北豊島郡には一時期、菅野町と菅野村が並存し、大技菅野は、軍内3カ所に分かれて存在していた。 これら類似の行政地名を一覧化すると以下の通りである。下表は、町村制施工時の菅野町、菅野村、高田村、長崎村の大技など、豊島区成立時の町名との対応関係を示したものである。昭和7年の豊島区成立時従前の大技は廃止され、57町長が新たに隠された。このうち、 旧長崎町の区域に設置された12町長については7年後の昭和14年、地盤整理に伴い町名町会が再度変更されている。戦後は昭和39年から昭和45年にかけて住居表示が実施された。池袋地区及び長崎地区の各一部は長らく住居表示未実施であったが平成元年にこれらの地区の住居表示が実施され、 同年11月27日をもって、区内全域の住居表示が完了している。池袋駅東口地区では、住居表示法施行以前の昭和31年から35年に、区画整理に伴って町名が、池袋東1から3丁目に変更された。この町名は住居表示実施に伴い、昭和41年に廃止された。旧長崎町の区域では、 豊島区成立の七年後の昭和十四年に全域にわたる町名変更、地盤整理が実施された。この時、昭和七年成立の長崎中町一1二丁目、長崎東町一から四丁目、長崎南町一から三丁目、千川町一から三丁目が廃止され、高松一から三丁目、千川町一1二丁目、金見町一から三丁目、千早町一から四丁目、 長崎1から6丁目、椎名町1から8丁目が新たに隠された。なお昭和7年成立の千川町1から3丁目と昭和14年成立の千川町1.2丁目とは範囲が異なり、前者は現行の金目町3丁目、千早4丁目、長崎6丁目を含む広範な地域の地名であった。長崎1から6丁目、椎名町1から8丁目については、 昭和39年から43年に住居表示が実施された。椎名町の町名は昭和41年に消滅した。高松1から3町目千川町1.2町目金目町1から3町目千早町1から4町目は長らく住居表示未実施のままであったが、平成元年に従前の町名を引き継ぐ形で住居表示が実施された。昭和31年に、 池袋東一丁目が成立。昭和35年に池袋東一丁目の区域が拡大されるとともに池袋東2.3丁目が成立した。この町名変更は区画整理に伴うものであったが昭和41年の住居表示実施により町名が再変更され池袋東の町名は短期間で消滅した。豊島区では全区で 住居表示の実施が完了している。以下は住居表示実施後の町名と、当該住居表示実施直前の旧町名の一覧である。旧町名の後に、途中記したもの以外は、当該旧町域の一部である。ありがとうございます。